ラッキーフード豚骨ラーメン。おはよう、朝日です。ただいま6時54分。次は NTT 西日本提供スポーツ&スポーツです。来てきましたよ。鹿児島県との県境、宮崎県は海老の島で来ました。すごいです。昭和、大正、明治を感じさせるような駅舎です。今回の名もなき野球人はこの九州の小さな町から甲子園を目指すスリランカ出身の男性が主人公です。遠くスリランカからやってきた名もなき野球人、辻井はウィジャヤナーヤカ。選手でも監督でもない彼はアマチュア野球の審判だ。こんにちは。こんにちは。はじめまして、岩本です。はじめまして、スリオです。よろしくお願いします。お願いします。審判されてる？アマチュアの審判してます。いやー、ガタイいいですね。立ってたら入るでしょうね。普段されてるそのジャッジの瞬間って見せてもらえます？まあ、例えばアウトとか、アウトとか、ヘイザなんて言ってるんですか？ He is out。 アウトって言ってるんちゃうんですか？え、基本は He is out。 He is out。 え、ヘイザ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 、これハマりますね。おー、いいでしょ。そう一体なぜ審判になったのか。12年前、野球選手としてスリランカから日本の大学へやってきた辻井は、進路に悩んでいた卒業間近、運命の出会いが。2010年、大学卒業するときに、甲子園、高校野球見に初めて来ました。どうでした？見て、挨拶したり、もう駆け足していたり、高校生の中にあるスピリットというか、心というか、そういう大切さ、応援した皆様に最後に勝っても負けても挨拶する。行きますね、はい、アルプスタンドの前並んで。そうです、はい、高校野球の素晴らしさということなんですよ。で、それを見た時にこれやと思ったわけですか？そうですね、あの甲子園というのはもうパワースポットですよ。パワースポット、はい、まあ、元気いただけると思うんですけど、あそこにいたら違うんですよ、うん、そこを私見て、あ、こっちに行きたい。でも、もう高校終わってる、もう大学生の頃、うん、でも行ける方法あれば監督、またはコーチ、または審判、うん、その流れしかないっていうことなので、よし、いけるならばもう高校野球の審判になれるしかない。甲子園に憧れ、新しい道を歩み始めた。アマチュア野球の審判となった辻岩は、普段海老の市の飲食店で店長を務めている。社長は彼をこう評する。ものすごい理想を持ってる。自分の夢が、夢がある。一番好きな言葉が義理と人情。え、辻井さん？そう、私いろんな面接しましたけど、好きな言葉あったら義理と人情って言われたの初めて。来日して12年。おー、やばい、美味しそう。いきます。言葉や習慣はもちろん。おいしい。今や日本の心を持つ辻井は、義理と人情の男には審判としての信念がある。1秒の世界だからね、審判っていうのは。 あの場面をあの時出さないともう遅れてますよ。その場面、その時、その1秒の世界でやらないといけないの審判だと思います。審判が 100% して当たり前のことだからですね。 100% して、おお、すごいっていうことはないわけです。して当たり前のことやってる。強い信念を持ち、2015年には念願の甲子園、春の選抜で審判を務めた。初めてね、はい、踏んだ甲子園の、まあ、はい、黒土、芝、はいはい、どんな感触でしたね？最高、もう嬉しいですよ。やはりあの
夢があって、その夢叶えた人しかない味わいできたんですよ。自分ではいけないところですよ。みんな生かしてくれたっていうことですよ。もうありがたいことです。本当に感謝ですよ。義理と人情を重んじ、異国の地で夢を叶えたスジーは、次の夢は甲子園の夏大会。甲子園の夏、はい、甲子園の夏大会で審判したい。はあ、やっぱり夏やってみたい。はあ、夏は違うんですね。その高校生って短いじゃないですか、うん、野球やれるチャンス。最後の最後、やっぱいい思いで、うん、やっぱりチャレンジして頑張ってほしいです、うん、その子供たちに力になれるように審判したい。やっぱそこは夢ですね。夢は手が届く。夢は目標であって、決して祈りではない。語ることに照れない。対することに躊躇はない。いつかきっと、いつかきっとやってくる。その日は遠くない。スポーツ中田義弘さんです、はい、お願いします。まあ、誰しも甲子園、高校野球を見たらいいなと思うと思うんですが、はい、そこから次の一歩、あそこに立つんだと思ってやってのけた筋岩さん、すごいなと思いましたけどもね。これまして無収入ですからね。そうですよね、はい、お金のためじゃないですからね。ないんですよ、はい、ですからもうすごい審判の方もやっぱキビキビしてるんで、うん、やっぱなんか気持ちいいですよね、見ててね。そうですよね、うん、ちなみに今はそのエビの市の農家の方の離れを借りて畳の間で一人暮らしてあります、そこからなんとか夏出たい、夢叶うんでしょうかね。応援したいと思います。さあ、プロ野球に行きましょう。今日から交流戦なんですよね。もう早いもんですね。パリーグの順位確認しておきましょう。首位西武強いんですね。2位追いかけるのは大谷いなくなったんですが強い日本ハム。ソフトバンクが意外にも5割で3位、で4位オリックス、ロッテ、楽天とつけていますが、今週1週間タイガースは3年連続交流戦優勝のソフトバンク3連戦から始まりまして、パリーグ首位西武の3連戦。いきなりちょっと中田さん、山場の1週間になりそうですよね。パリーグはやっぱりこう、まあ、打力が強いというイメージありますけど、うんうん、今阪神ピッチャーがいいんでね、はい、だからやっぱりこの交流戦でいかにこう、うん、最低5割、うん、持っていかないと後半苦しいでしょうね、はい。去年は2つ勝ち越したんですけども、ね、今年もそれができたらいいですけどね。いや、今年は3つ。あ、3ついきましょう。